皆さんこんにちは。 LX チーフエンジニアの横尾隆美です。レクサスは3月に2025年に向けた将来ビジョンを発表しました。カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みや多様化するお客様のライフスタイルやニーズにきめ細かくお答えし、お客様のご期待を超えるブランドとなることを宣言。6月にその第1弾となる新型 NX を発表しました。そして本日は変革を遂げるレクサスの第2弾モデルとして新型 LX を発表いたします。世界中のお客様の多様なニーズにお応えするというブランドのミッションのもと、 LX はオフロードや自然を楽しむ多様なライフスタイル体験の提供を追求いたしました。LX は1995年レクサス初の SUV として誕生しました。以降26年にわたりその DNA である信頼性、耐久性、悪路走破性を堅くなに守りつつ、レクサスらしい上質さを磨くことで唯一無二ともいえるポジションを確立。現在では世界約50カ国で販売いただいています。灼熱の中東砂漠地域や極寒のツンドラ地帯、広大な北米大陸など過酷な環境を走ることのできるレクサスとしてご愛顧いただいてきました。14年ぶりのフルモデルチェンジを迎えるにあたり、掲げた走りのコンセプトは世界中のどんな道でも楽に上質に、唯一無二ともいえるオフロード性能を持ちながら誰もが気負うことなくストレスフリーかつ上質に運転いただけること、多様化するお客様のライフスタイルに寄り添うために新型 LX が目指した走りがここにあります。そのためにまず車としての基本素性を抜本的に見直しました。信頼性、耐久性、悪路走破性を確保するために伝統ともいえるボディオンフレーム構造は維持、その上でプラットフォームを一新しています。フレームの一部に曲げを入れてまでリアショックアブソーバーの配置を見直して最適化したサスペンションジオメトリー、200キロにも及ぶ徹底した軽量化、エンジン搭載位置の変更や外板のアルミ化等による低重心化といったさまざまな素性の刷新を行い、走る、曲がる、止まるの基本素性が飛躍的に向上しています。パワートレインについても14年ぶりに刷新、大排気量 V8 エンジンに別れを告げ V6 ターボエンジンとすることで、力強い低速トルクとピークパワーの向上による扱いやすさ、そして経済性を両立しています。一方で変えていないものもあります。悪路走破性と室内の居住性を両立させる黄金比とも言うべきホイールベースは初代から続く 2850mm を検知、オフロード性能に直結するアプローチ、デパーチャー、ランプブレイクオーバーの各アングルの値も現行モデル同等を確保しています。刷新した走りの基本素性をどうやって上質さにまで高められるか、どうしたらドライバーの意図に忠実でリニアな応答を実現し、レクサス独自の走りの味、レクサスドライビングシグネチャーを追求できるか、大変大きなチャレンジでした。 LX 初となる電動パワーステアリングやフレーム車では効果が薄いとされていたボディへの構造上接着剤の採用、ボディ共振コントロールなどのデジタル開発など、これまでのフレーム車開発の常識にとらわれない取り組みを行いつつ、レクサスの匠凄腕ドライバーたちとともに何度も何度も走り込みを重ね、フレーム車の枠を超える素直な操舵応答とシームレスな走りを実現しました。素性の刷新はオフロード走行性能においても大きなメリットをもたらします。新プラットフォーム採用の効果で路面への追従性が向上、確実に悪路で路面を捉えます。新たに採用した LX 初の電子制御ブレーキシステムと
駆動力の緻密な制御は強力な武器となり、オフロードの匠が幾度となく悪路で作り込むことで、マルチテレインセレクト、クロールコントロールが大きく進化。作動時の静粛性と乗り心地が格段に向上し、乗員の疲労軽減にも貢献します。コックピットでは、タズナーコンセプトに基づき配置された LX 専用のデュアルディスプレイとコントロールスイッチ類は、オフロードの匠のこだわりによって実現した新世代のマルチテレインモニターと相まって、過酷な路面におけるドライバーの心理的余裕をも引き出します。さらには、歴代 LX の開発と同様に、車内外のありとあらゆる過酷な路面を実際に走破し、壊しては直すを繰り返すことで完成度を高めてきました。リアルな路面で人の手と思いによって作り上げられた新型 LX の走りは、オンロードにもオフロードにも妥協しない、まさにレクサスの二律創生の体現と言えるでしょう。デザインは機能に根ざした次世代デザインを追求しています。冷却機能と整流効率を追求し配置したフロントの開口形状は、立体的でメッキフレームのない新しいスピンドルグリルを形成。ワイドかつ堂々とした存在感を強調し、塊感のあるサイドシルエットの起点ともなっています。新型 LX は商品としての多様性を広げるために、ラインナップの充実も図りました。 LX 初となる4座仕様の設定です。あらゆる路面においてくつろぎを感じていただける鉱石空間を持つ VIP グレードを新たに設定しました。最大48度までリクライニングし、助手席の後ろにはオットマンを装備。センターコンソール上の操作パネルや天井からの包み込まれるような空調、専用チューニングのサラウンドシステム含め、すべてがレクサスの掲げる人間中心の考え方に基づいています。ある時はショーファーに運転を任せ、ビジネスクラスのように快適な空間での移動、ある時は自らハンドルを握り、余暇を楽しむとともに家族や友人にくつろぎのおもてなしを提供します。まさに多様なライフスタイルに寄り添う、どんな道でも楽に上質にという新型 LX の狙いを象徴するグレードです。安心してお使いいただけるために、盗難対策も強化いたしました。レクサス初となる指紋認証式のプッシュスタートスイッチを一部地域向けに採用。登録された指紋と一致しなければエンジンが始動しない仕組みとなっています。カーボンニュートラル社会の実現に向けて、新型 LX も環境対応性能の向上に力を入れています。信頼性、耐久性、悪路走破性の確保のために、信頼のある内燃機関を軸とした取り組みを実施いたしました。パワートレーンの刷新や車両全体での大幅な軽量化によって、従来型との比較で車両使用時の年間 CO2 排出量をグローバルで約 20% 低減できる見込みとなっています。いかがでしたでしょうか。多様化するお客様の価値観、ライフスタイルに寄り添うために、世界中のどんな道でも楽に上質に走れること、メンバー一丸となってこの思いを胸に開発を進めてまいりました。ぜひ実際にあらゆる道を走って体感いただければと思っております。最後までご清聴ありがとうございました。